まあ途中経過、まあ一応これから昼なんだけど、これから午後に行くんだけど、ちょっとね、まあ資材が足んないなということで、まあだいたいイメージこんな感じになりますね。で先にこれ柱でこの畳だけ固定しちゃえば、上に畳とか乗せられると思うんで、まあそれをやっていこうかなと思います。大丈夫だよな、これ2枚盛るよね。まあ、ちょっと後で測って、見てからの問題、まあそうなるよね。で、まああとやっぱり進めば進むほど、ちゃんと物なくなってくんで、あとこのパソコンデスクがクソ邪魔なので、まあちょっとハードオフでも持ってって、引き取ってもらおうかなって感じです。全然全然。まあ一応まだここはテントルームで、まあ、一応ラスボスがこっちなんだよな。多分タイル全部ぶち壊してぶち剥がして、どこに換気扇つけようかなって感じなんで、そこですね。まあ一応こっちが納屋のあれ、屋根が見えるから、換気扇実はあそこっちにつけたいんですけど、換気扇こっちにつけちゃったら換気を納屋の中にされちゃうから、これまたあのなんか食べ物の匂いとかが橋とか寄せるからちょっとダメで、あっちに行きたいな、あっちにしちゃいたいなって感じですね。どうせあのガス使わないんで、ガスのあれは無視して、でもまあ、あれが、あの、調理の火とかの熱で、温まんないような工夫は必要ですね。まあ、一応窓1枚潰して、その窓に換気扇でもいいかなって感じです。換気扇がね、低いところにあって、どん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 換気してくれれば全然 OK なので、であとはオープンシェルフにするのに、まあ、これらを全部ぶち抜くという感じですね。むしろここ棚をなくすっていう感じでもいいかなって感じです。むしろ棚だったらここにあるんで。むしろあと棚を、これもね、ちょっとここが狭いんで、4分、この引き出し。まあこの引き出し1個分バッサリ切る感じでいいかなって感じですね。まあちょっと見えてきました。よー。あとここフロアはまあまあいいとして、ようやくこれ1枚板あら床はぐりましたね。なのでまあちょっとこれ捨て張りバリバリ捨て張りちょっと貼っていきましょうか。まあ、結構見えてきたんで、オープンまで3部屋やって募集ですね。そっからだな感じです。じゃあ午後の作業の前に買い出しですね。ちょっとコメリカニトリだっけ、コメリだっけ、そこら辺行ってきますか。コメリだ、コメリとダイユエイトかな、そこ行ってきます。はいどう、はい。まあ、一応資材買ってきて、資材って言ってもそんないいアイディアが浮かばなかったから、まあ一応ユニクロなんだっけ、あの弱いところにビスを打てるようにするあの金具と、まあ2体かな、床下調整剤、まあ、一応それだけを買ってきて、まあ、ちょっとここを仕上げてみようかな。
はい、畳切ってみました、3センチぐらい、はい、切ってる最中の動画がなんと撮れてなかったっていう、なんとも残念な結果だったので、ちょっとこれでやってみますわ、一旦。はい、まあ適当にこれ切りましたね。まあ一応多少まあバラつきっていうか隙間あってもいいんで、はい、まあこれだけ断熱できてればまあいいかなっていう感じで、ちょっとはめていきます。ですね、はい、でまああとここもそんなに時間かかんないと思うので、まあ、ちょっと実験的にやってみましょう。はい、でまあこの中途半端な畳が、まあ、ビタで合わないんで、まあ、大体85なので、まあ、85を2つ切りますね。いやでももうちょいもうちょい余裕があってもよかったはずなんだがまあいいか、これでいくか。
であとこのランマはどうしようかね。ここはカフェにしようかな。ちょっと考えようかなって感じですね。